ングは試作、少量品、量産品の特注バネに対応できるように設計から製造まで様々な種類、形状、用途のバネを一貫生産しています。バネは物体を弾性的に保持したり、復元力を利用する働きやエネルギーを蓄積し解放したり、外力による振動や衝撃を吸収または緩和する働きがある機械要素部品です。それでは最も一般的なバネである圧縮コイルバネの代表的な製造工程をご覧いただきます。圧縮コイルバネの製造は主としてピアノ線やバネ用ステンレス鋼線などを使用し、専用コイリングマシンでコイル形状に加工します。圧縮コイルバネのサイズは細い線形で 0.1mm、 太い線形では最大 14mm のものまで生産を行うことが可能です。コイリングしたバネは残留応力の除去とバネの弾性限度を向上させるために低温焼きなましの熱処理を行います。線形が太いバネや組み付け時の安定性を良くするためにバネの両端面を砥石で検索します。検索工程では自動機による連続生産を行いますが、小ロット品は手加工で検索し、さまざまなニーズにスピーディーに対応します。引っ張りコイルバネは引っ張って使われるために両端に腹部が加工されているバネです。取り付け長さ調整のため、フック部の長さやフックの形状は多岐にわたっています。圧縮コイルバネや引っ張りコイルバネのコイル軸方向の荷重に対し、ねじりコイルバネは巻き方向のトルクを発生し、リターンスプリングとして対応されます。板バネはその名の通り薄い板材を成形してバネ作用を得るバネ全般を言い、プレス加工やマルチフォーミング加工で製造され、熱処理によりバネ特性を高めて使用されます。薄板バネの材料は一般的に炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金などが多く使われます。また専用の金型や自工具の設計、製作から成形加工、熱処理までを一貫して行っています。線加工品は線材をいろいろな形状に曲げて成形したバネで、大量生産の場合はマルチフォーミングマシンで成形します。少量生産のものは専用の自工具により加工を行います。ご覧いただきましたように、さまざまな工程を経て完成したバネは、安定した品質を維持するため、外観検査や寸法検査、荷重試験機を利用してのバネ特性などの検査を行います。サバネスプリングで生産されるこれらの特注バネのほか、標準バネのストックスプリングは、カタログやインターネットで全国1万2000社のお客様に通信販売されています。このストックスプリングは豊富な種類、1個からのバラ売り、即日配送で少量ニーズにタイムリーに応えています。標準品以外のバネは多品種少量から量産品まで迅速な見積もり回答と、サバネ独自の生産品質マネジメントシステムで、自動車部品や電気部品などあらゆるニーズに応える製品作りを心がけています。